うもこんにちは、ひょくです。皆さん、2月末から3月は多分ですね、カムバの大渋滞になると思うんですよ。なぜかと言いますとですね、カムバを多分準備してたアイドルグループたくさんいる中で、2月はピョンチャンオリンピックがありましたよね。もしこのピョンチャンオリンピックの時にカムバをするとですね、当然オリンピック一色なわけですし、しかも韓国は今回開催国なのでなおさらなわけです。なのでどのテレビでももちろんオリンピックをこうトピックスに加えますし、今カムバしても多分メディアの露出は減ってしまうので、2月の下旬から3月にかけてカムバがすごく多くなると思います。ということで、今後も多分カムバどんどん増えていくんですが、その前に、現時点でね、最近カムバしたグループをいくつかご紹介いたします。いや、SF9 マンマミア1チームあたり5秒間だけ踊りますので、ちなみに振りはまだ覚えてないです。今まで終わりです。このクオリティが続きますのでマジか。宇宙ソニョ、クンクヌンマウムロ。なんかちょっとね、ミュージックビデオ見たんですけど、これ画質なんかだいぶ悪い気がするんですが、まあわざとなんでしょうね。続きまして、 NCTU ベビードンスター。はい、この歌は僕はちょっと今回のカムバの中で一番お気に入りですね。何それ、何してんの。最後だけ最後だけカッコつけてどうすんねん。はい、続きまして、ウィキミキです。ウィキミキのラララ。はい、ウィキミキはですね、8人組ガールズグループで、メンバーのユジョンとドヨンは元 IOI のメンバーで、2017年8月にデビューしたばかりの10代で構成された新人グループです。最年長でさえ97年生まれという若さなんなん。え、撃っちゃったよ。夢かってやつね。はいはいはい。はい、ということで僕なりに勝手に選ばせていただきました。最近のカムバしたグループですね。はい、他にもたくさんあったと思うんですが、とりあえずこんな感じです。3月はね、もう大渋滞が起こるんじゃないかなと思うのでね、いろんなチームのカムバが楽しみでございます。ワナワンもね、またカムバするので。ということで以上、ひょくでした。じゃあねー。